ふふ、ふふ、怖くなかった？すっごく怖かった。よしよし、えへ。バカップルか。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、じゃあちょっと待って、早速キャンディーさんがゆうかさんと話したいっぽいから、はい、どうぞ。あれ、入れ替わった。入れ替わった、まさかの。はい、お、プレゼントを買ってきた。ちなみにキャンディーさんはもうね、すでにリセットさんの格好になってもらってます。買いました。受け取って。キャンディーは優香にプレゼントをあげた。いいの？お、中身は銀の食材。え、めっちゃいいやん。普通にいいやん。うー、嬉しい。優香は喜んでいる。こういうのでね、部屋も飾り付けできるようになったらいいのに。まあホテルなんやけどね、ホテル、宿屋。ちょっと気になる。お、レベル2に上がったよ。二人はアピールを覚えた。アピール、いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。みんなが実際のように仲良くなったらね、嬉しいね。ほい、それじゃあ出発しましょうかね、リセットさん。はい、じゃあこのメンバーで出発。さあ、それじゃあ行きましょうか。行くかー。えっさ、ほいさ、いいね、えっさ、ほいさ、かわいい。対策バッチリって言ったけど、何の対策？敵？お、お、これポッポコじゃない？キャー。あ、似合いそう、ポッポの顔。はい、来た、ポッポコネズミ。え、かわいいんやけど。普通にかわいいんやけど、いいね。はい。しかし、かわいいと言いつつ、やっつけていく。いやー。まだまだちょっとね、キャンディーさんの武器がただの木の棒みたいにしか見えんけんねん。早く強い武器に変え替えてあげたいわ。いけ、結構強いな。おお、倒したかと思ったのに倒せてない。お、アンコール、オッケー、いけ、やったね。まあ、ここはね、一番攻撃力の高いアユナが。素敵。素敵。イェイ。じゃあこれでポプコの顔が元に戻ったかな。やっほー。ボーナス経験値プラス10。じゃあこれは、はい、キャンディーさんに渡しておこう。もうこの後、あ、すぐ宿屋や。あっという間に宿屋。お、あとちょっとで、アイナとサッちゃんの仲良し度が上がる。はい、お任せてどうぞ。4人でいただきます。やっぱりサッちゃんは死ぬんだな。どんだけなんだ。はい、それじゃあゲームコーナー。いや、違うな。お小遣い先にあげておこうか。お、ひよこの装束。よし。ひよこの装束を買ってきた。いいね、かわいい盗賊。どうかな。いや、でもな、ちょっと薄いぐらいの方がいい。いや、これは普通に黄色い方がいいか。よし。さあ、そしてさっちゃん、銀ガムコーデ。銀ガムチェック、いいね。お、ちゃんと買ってきたね。よしよし。そして、はい、黄色にしていく。いいね、黄色と水色の組み合わせ。爽やか。爽やか、爽やか。はい、それじゃゲームコーナーで、ルーレット。リボンのマイクよこい。武器武器武器。お、ちゃんと黄色率が高いよ。さあ、来い。あー、これは HP バナナに。やっぱり HP バナナになったよ。ゲット。HP バナナを1本ゲット。あれかな、まだ持ち、ハルコービー寄る方かな。倉庫に預けるほどではない。っぽいね。あと、まだ、アユナ以外は1個ずつ何かしら持ってる。
はい、じゃあ出発しましょう。じゃあちょっとポップコーンの様子を見に行こうか。はい、よし、ポップコーン。お、これであのカップルはラブラブにまた戻るのかな。いやでも顔が全てってなってしまったけんね。つらい、つらすぎるわ。まあ、確かにね、のっぺらぼうと付き合うって言われてもあれやけど。ほ、元通り。眩しい。あ、光とかもわからんかったんか。明るい、暗いとか。見て、戻った、戻ったよ。この人のおかげなの。でも、お前の言葉は聞いてたからな。どうもありがとう。お、ゲーム券3枚ありがとう。よかったね。よかった。しかしあの時言っていた言葉を私は忘れない。ふふ。ふふ。怖くなかった？すっごく怖かった。よしよし。えへ。バカップルか。よし、まだまだね。ちょっと。ん？あとでも何人？二人ぐらいかな。よし、じゃあちょっと。こっちにも行きますか。行くか。調子がいまいち。泣き言言わないの怒られたよ。サッツァンに怒られたよ。世界って美しい。ね、ポジティブなこと言っていかんとね。お、これは誰やっけ、パラガスさんやっけ。イエー。お、今にこれも似合いそう。ほらほらほら、ロックなパラガス。思ったよりもなんか、なんていうん、顔の範囲が広かった。もうちょっとこうね、なんていうん、ドラクエとかに出てくるキャラクターなんていうんやっけ。うわ、やべえ、名前を忘れる。よし、頑張れ。メガンテ、それは技の名前やっけ。メガザルロック、あ、そうそう、そんな感じ。ああいう感じかと思いよったんやけど。いやー、二人を盾に。あゆな、やばいね、結構あれ攻撃範囲広いんやね。3人いっぺんにとかなるんや。3人までかな、4人まではいかん。アンコール、いつもアンコールされるの私な気がする。あ、あれか、さっちゃんが他のことはまだつながってないんかな。手応えあり。よし、やれやれ。何がやれやれだ、助けたのに。助けてやったというのに。勝てたね。なんとか。お、ボーナス経験値プラス23。はい、じゃあキャンディーさんに渡しましょう。お、さっきからね、この敵が現れてから宿屋までがね、めっちゃ短いよね。お、ミートピアにいる怪物を10種類倒そう。やった。達成。そしてスキレベルアップ。デューワー。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？慰められましても。回復アイテムをください。お、みんなの様子。どうしたどうした。ふんふんふん。さっちゃんが掃除している。えらい。またかっこつく。そんなひねくれた考え方。そしてなぜスキ度が上がるんだ、それで。意味がわからないよ。めっちゃ嫌味なやつやん、私。はい、じゃあお任せで。おー、全員無理、マジで。マジで？みんな何が好きなんだ？お、なんか。お、いいね、いいね。ちょ、武器。鋭いダガーを。よし、いいぞ、いいぞ。まあ、慎重やもんね。ゆうかさん、慎重だから、ちゃんと買ってくるよね。はい、手に持っていきます。そして、はい、キャンディーさん、フリフリレースの衣。お、いいやん、いいやん。フリフリレースの衣を買ってきた。どんな感じがいいかな。私なんかこの
あ、これ綺麗やな。でもこれちょっといいなって思う。上品げな感じ。ほい、そして、お、さっちゃんもパワーアップしますか。リボンのマイク。まるでアイスクリームのような。はい、リボンのマイクを買ってきた。いいね。持つ。全体的に超カラフルだな。はい、それじゃあ、ゲームコーナーでルーレットを。聖堂の鎧が欲しいです。聖堂の鎧をください。あ、でも比率的にはジョーバンシーの涙が手に入りそう。あ、これは、いけない、ペアリア貢献か。ペアリア貢献 B クラス。はい、それじゃあ、ゆうかさんとキャンディーさんに。それじゃあ、バカンスへ。レッツゴー。いってらっしゃい。楽しんでおいで。でまだまだね、ランク B やけんね。二人は旅行を楽しんだ。いや、でも友達と旅行に行くっていうこと時点で楽しいけんね。ちょっと疲れたね。でもよかった。お、いいぞ、スキレベルアップ。ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかさ、この料理必ず毎回あげよるのにさ、あげた後でも料理マークが吹き出しから出るのが何なの。どんだけ満たされてないの。